はい、こんばんは。アキラの現場へこそ、ラスクラ実況です。アップデが無事終わりました。なので早速幻影の塔を開いてます。で、まあ、早速行ってみようと思うんですけども、1点だけ幻影の塔とはのところでですね、僕の疑問にあったところですね、出てました。各部隊につき1体の召喚獣をセットすることができます。ユニットアーク装備召喚獣の重複利用はできません。だからアークね、重複利用できるかどうか分かんなかったけど、これ重複利用できないが正解です。で、さらに、ゲートの利用と部隊の入れ替え、幻影の塔内で部隊の入れ替えはできません。入れ替えを行いたい場合、ゲートスピアを使用し、一旦幻影の塔外に出ることで部隊の再編成が可能となります。再編成後、再びゲートを利用することで元の攻略してた回数に戻ることができます。戻ってきた時点で使ったゲートは閉じられます。なお戻るときはゲートスピアの消費はありません。ということで、ゲートスピアを消費したらですね、編成は入れ替えることができます。なので、もうとりあえず最初もうガチパで行こうと思います。第一部隊、こちらで行こうと思います。はあ、ドキドキするでね、第2部隊は10から、第3部隊は20フロアクリアなんで、とりあえず第1部隊で1階に行ってみようと思います。さあ、もう編成は変えれません、とりあえずね。はい、まあ、ゲートスピアでいいんだったら変えれるからね。すいません、だからね、取ってらしなんでね、ほぼ無編集でやってると思いますけど、神々なのは許してください。制限時間10分。はい、では行きます。はい。まあ、1回目だからね、何もそんな難しいこともなく。あ、すいません、 BGM 俺切ったままだったな、これ。 BGM というか、効果音が切ったままでしたね。ちょっと直しますね。 BGM とセリフだけだったら寂しいね、やっぱね。いくぞ。あ、お、設定。はい、1階のボスはイビルタートル。いやー、楽勝ですね。編成はね、朝予告した通りで言ってます。はい、ね、もう早速はとりあえずね、なんつうの、もう考える余裕がなかった。っていうかね、用意してた、一番最初のパーティーで用意してたやつが、そのまま呼ばれます。はい。早速メダル5つもらいました。幻影メダル5。で、ゲートスフィア1。早速1個もらえられますね。で、かけらが30個。はい。いやー、ドキドキする。さあ、2階へ。とりあえずね、時間もそんなに長くは取れないんだけども、行けるとこまで行きたいと思います。はい。はい、じゃあ行きます。10分ぐらいは多分取ってら間に合うと思うから。取れてるよね。取れてるね。はい。はい、すいませんね、荒い編集でお届けしています。はい。いやー、総評の守護騎士強いね、やっぱ。ね、クリティカルで8000ぐらい出てたな今ねもう完全にランディ頼りのこのパーティーです。まあリミット10分なんでね、よほどのきついのが出てこない限りはこれは大丈夫でしょう。はい、2回も難なくクリアです。さあ、今のところねウェブ2個だけですね、1回につき。はい、まあこれはね最初ですんで、今はメダルは1回につき5個って感じですね。そんなにしんどくないです。ただ問題はですよ。問題はこれ、ソウルがね、このまま消費されていくと持たない、俺ね。はい、では行きまーす。ね、1回につき今俺、ね、レベル10のブルーソウル2個と、レベル10のレッドソウル2個つけてるからね、さすがにソウルが持たなくなっちゃう。このあたりの調整機能つけてほしいな、ほんま。ね、レベル変えれるやつね。アークのレベル変えれる調整機能ね。前から言われてる。あれがね、ついてくれたらいいんやけど。さあ、開始10分でどこまでいけるか。3回目のボスはテンペストオーガ。はい、ひたすら殴ってます、僕。ね、9500とか出てるね、ほんとね。えぐいね。まあ、経験値もぼちぼちうまいですね。5000とか入ってくるんやったらいいね。この時点でね。3層目の時点で。はい、じゃあレベル4ね。第4回いってきます。ほんとソウルが持たないよね。これね。あんまり強烈なでいくと。あれ？確かソウルの入れ替えはできるか、もしかして。それか。
ちょっと見てみよう。次で行ってみましょう。でも死んだらやり直し効かないからね。そういった意味ではつけていきたい。そういった意味ではね、こういう実況者がね、さっきやって敵がどの程度のものか皆さん知ってると後が楽ですね。うん、そんなに強烈な悪持っていく必要がないっていうのが分かるかもしれない、これでね。お、ガルボアさん来た。まあこのシャイニングゾーグで終わるんではなかろうか。終わるね。はい、もう HP も MP もね、全然減ることなく来てます、ここまでね。当然の結果でしょう。4回クリアで経験値7400。経験値うまいなこれは。はい、では5回行っていきます。5回、こうか。やっぱ編成部下だね、変えれないね。1回入ったらやっぱアークの入れ替えもできない。まあそれかあれだね、ゲートスピア使うからね。し、まあ1回その HP なくなってもね、クリスタル使う、もしくはツイートするかでね、その弁稼げますんで、回復できますんでね。まだまだ全然いけるでしょう、これだったら。いや、ほんとね、総評の守護騎士で、英気覚えたでしょ。だからね、英気が HP 満タンだったら、クリティカルの確率上がるでしょ。で、それにプラウドホース、あ、神狩りのシーン来ましたね。ここに来て強いやつが出てきましたね。シンとルキエルと誰かだね。この辺でもランダムっぽいな。すいません。ルキエルとリーナとシンでしたね、第5回は、僕は。でもなんかこの辺ランダムっぽいですよね。シャイニングゾーグで一周でした。当然の結果です。はい、5回の経験値9500。マザーソウル10個きた。はい、ありがとうございます。ゲートスフィアがここで1個もらいましたね。1回で1個、5回で1個もらいました。多分5たびにもらえるっぽいね。はい、で、マザーソウル10個ありがたい。いやー、ドキドキ。あと2回ぐらいいけるかな。はい、では6回いきます。ソウルがね、足んなくなるね。いやー、でも楽しいわ。この辺でもソウルの消費量半分とかにしてほしいけどね、最初お試しで。はい、6回以降、ウェブが3ですね。今出てましたね。さあ、バザード3人来たけども、余裕です、そういうのね。そういうのは余裕だ。今んとこもランディが殴るだけで勝ててます。リバラザードとブラックバザードが来ました。リバラザード、ね。ねえ、君、ウニをドロップしてくれるんか？あ、ちなみにあれだわ、宝箱落ちないわ。だからあれだわ、栄光のカルディナの回復コンボは使えない。やばい。宝箱が落ちないということが分かってしまいました。ね、いいことが分かった。お金は手に入ってるよね。ゼルは手に入ってるから、ゴロムの奇跡は使えると思うけど、宝箱ドロップはない。もうあと1回、2回いけるかな。10回まで行きたいな。なんとか10回まで行きたい。時間ギリギリ間に合うか。ね、ノー編集でね、アップするからね。多分すぐに行けると思うんだけど。さあ、行くぞ。まあ、この辺は楽勝だわな、ほんと。バンでね、バンがいたね。ごめんなさい。全然見てなかったわ、敵を。バンと、エレメントだわ。バンが率いるエレメンツでした。しれっとこういうのが急に出てくるよね、予定してないところで。はい、7回はレッドワン、はい、危なげなく全然余裕。10回までは多分全然何の問題もなく皆さんいけると思う、これだとね。はい、8回
8、9、10で聞きましょう。頑張りましょう。10まで。あ、ちなみにやっぱあれだね。灼熱ってことは、制限マップになってますね。ここもね。灼熱マップになってるから、ババラの独立は有効です。やっぱババラの独立をゲットしてよかった。まあ、そういった意味ではね、魔法ダメージでかくなってますよね。それも含めて。いやーもう、ランディが何も減らないね、ほんとね。ただ、灼熱ダメージはいただいてるな。このパーティーやったら当分死なんわ、多分。で、だからとりあえずやっぱ、ガチパで組んでいくのもありですし、とりあえずゲートスフィアすぐ手に入るからね。そういった意味では、後々で変えるのも全然楽やなと思います。うん。でもやっぱ最初ガチパで行って、なるべく上まで上がった方が面白いね。で、召喚獣のゲージも溜まったままなるからね。追い詰められたらユグドラシルも使えるっていうところもあります。で、まあ、スキルとね、アークと舞台編成の話だけど、装備の話してなかったね。装備とかスキルセットの話ね。それとかまたおいおい明日の朝とかの雑談でしようかなと思います。今の僕のランディのスキルセットみたいなね。いや、今とりあえずはでも、オートクリティカルをね、覚えたいんでね。もうね。それでね、今一応つけて周回してるって感じですね。グラモス3人やったっけ ?2 人やったっけ ?3 人ですね。はい。楽勝ですね。8回まで。獲得経験値1万1000はでかくない？ね、8回で1万1000だからね、この先どうなんのって感じだね。っていう意味では経験値めっちゃ稼げるな。上に行けば行くほど第2部隊、第3部隊に育成枠つけていくと、全然レベルアップすごい簡単にすると思います。これはいいですね。で、本当に4人中1人は育成枠っていうようにしてるのもありやと思いますね。9回は2ウェーブですね。で、早速でも灼熱マップとか出てくれるのは僕としては大変ありがたい、ほんと。はい、9回のボス。お、ゴロスとローズだね。早速来ましたね、こういうのがね。やっぱちょいちょい出てきますね。やっぱ幻影の塔でそういう、ユニットキャラがね、出てくるっていうのが特徴ですからね。ってことは、セイリウスとかも出てくるのかな。あ、巨人ゴロスにちょっといじめられましたね。ちょっと HP 減り始めましたね、ランディの。少しずつ削られ始めてます。だから弱いキャラとたくさん戦った方が、本来、プラウドホースとかね、あの辺は機能するんだけども、強いやつとの連戦になってくると、この辺がきつくなってきますね。はい、あ、そういった意味では、一体やっぱ、ほら闇の境にしといた方が賢かったかな。はい、ランキング出てますね、もうすでにね。これ多分自分のフレンドさんとのランキングなのね。おっと、ソウルがないちょっと待ってね。ソウルゲットしてくるわ。もうこういうことなるやろ、ね、8800もソウル使ってると。くそ、足りる？足りない、やばい、足りない。足りなかったらどうなんだろう。待って、フレンドさんからの回収も間に合わない。イベントで幻影の塔に入ろうとしても多分入らしてくれんのかな。クエスト出発に必要なので出発できません。なんということでしょうね、これ編成変えれないからね。はい。という感じで、ごめんなさい。時間切れです。10回まで行きたかったけどもね。とりあえず、フロア9までやってみました。この続きね、まだやっといて、今日まだ夜遅そうですけどね、ここまで行きましたよっていう動画を出そうと思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。ではまた。